ミレー、落ちぼ広いバルビゾン派は、1830年から1870年頃にかけてフランスで発生した絵画の一派である。フランスのバルビゾン村やその周辺に画家が滞在や居住し、自然主義的な風景画や農民画を写実的に描いた。1830年派とも呼ばれる。 ミレー、テオドールルソー、トロアイオン、ディアズ、デュプレ、ドービニーの7人が、中心的存在でバルビゾンの7世と呼ばれている。講義にはバルビゾンを訪れたことのあるあらゆる画家を含めてそのように呼ぶこともあり、総勢100人以上に及ぶ。なお、 写実主義の画家と位置づけられるクールベはバルビゾン派には含まれていないが、ドーハと交流し、フォンテーヌブローを描いた作品もあることから、関連する重要な画家と位置づけられている。19世紀には、絵画や文学など芸術分野において、自然主義の風潮が起こり、それまでの聖書や神話など、宗教的、歴史的な画題や理想化された風景を描く、伝統的な風景画に対して、 アトリエでの画面構成よりも、野外での自然観察を重視し、それまで画題になり得なかったフランス国内の森や、渓谷、田園風景などの自然風景を描く風潮が生まれた。このような傾向が生じた要因として、19世紀にはパリなど都市部での環境悪化が生じていたことも挙げられる。自然風景をイタリアやギリシアなど外国へ求める傾向もあったが、 1820年代には、フォンテーヌブローの森が風景画の画題として着目され、サロンへも風景画が出展され始める。1835年には一部がビリン地区に指定され、1852年にはパリリヨン間の鉄道が開通し、往来が容易になり、名称を記した地図も販売されていた。20年代には、 バルビゾンのほかマルロットやシャイなどへ分散していたが、やがてバルビゾンへ集中し、40年代には世紀を迎える。60年代には印象派の影響を受け、ノルマンディ地方の沿岸など各地へ分散し、田園風景のほか水辺の風景が多く描かれた。日本にはフランスとも共通する農村風景や風景画を、 おもとする南画の伝統などバルビゾン派が受容される素地があったことから明治以降に影響を受けた画家も多い。1876年に工部美術学校教授として来日したアントニオ・フォンタネージはバルビゾン派の影響を受けた画家で西洋絵画の技法を学ぶ教材としてバルビゾン派画家の武者が行われていた。黒田清照。 久米ケ一郎、川北道助、浅井忠田らは、本テーヌブローを訪れて、グレー村に滞在した。黒田らはバルビゾン派の皇族を意識しつつ、主流であった印象派の影響も受け独自の画風を形成した。明治期にはミレーをはじめバルビゾン派に関わる表伝も、出版され、徳富ロカや夏目漱石ら文学者の紹介もあり、一般にも紹介され幅広く授容された。 大正期には、ミレーは労働への賛美を描く画家として、社会主義やプロレタリア文学とも関係し、1933年には岩波書店の商標にも使われている。戦後には、山梨県立美術館が、ミレーの代表作、種幕人を落札購入し、ミレーとバルビゾン派画家を中心とした展示構成を行っている。ありがとうございます。